はい、ということで今回は絵に描いたようなアメリカンフードが食べられるレストランバーフライデーズに来ました。日本でも最近できたって聞いたけど知りませんでした。普段はねこういうとこあんまり来ないんだけど、かしこまったディナーとかでのステーキコースじゃなくて、パワーつけたい時に食べるステーキのためにたまーに来ます。日本の癖がまだまだ抜けなくて、本とかメニューとか全部右から開いちゃうんですよ。アメリカは左からちなみに開きます。はい、来ました。今回マリカが選んだのはステーキとロブスターのセットです。そしてサイドはジャスミンライスとベジタブル。美味しそう。いただきます、いただきます、いただきます、いただきます。あの、so hungry。 お味の方はね、まあね、ロブスターとステーキと野菜だからそのまま、すっごい美味しいわけじゃないけど全然美味しいです。まあとは言ってもね、やっぱアメリカだからかな。例えば絹さやのあのスーっていう糸の部分あるじゃない、ああいうのが取ってなかったりとか、仕込みが大雑把っていうか雑な部分があります。でも全然美味しいです。あー、食べた食べた、まだいける。次デザート行くよ。デザート、デザートに頼んだのはチーズケーキとドーナツ2つがくっついてるやつ、あと大きなアイスクリーム2つです。なんか胃袋が今日アメリカナイズ。